クーチビハール王国は、東インド、クーチビハール地方を支配したヒンドゥ王朝。首都は、クーチビハール。君主が居住したクーチビハール宮殿1515年、カーマタ王国の支流であるにより、コーチアサが成立した。コーチアサは二代目の奈良ナーラーヤンの下で最盛期を迎え、現在のアッサム州の一部やバングラデシュ北西部までを、勢力下に収めた。 1586年、奈良、ナーラーヤンが死ぬと、王国は東西に分裂した。奈良ナーラーヤンの息子ラクシュミーナーラーヤンが西部を、老いの政権が東部を治めるようになった。この西部の領域が、クーチビハール王国となった。17世紀後半、ムガル帝国の武将ミール・ジュムラーの攻撃があり、帝国との戦争は1713年まで続いた。 この時に結ばれた作奏とした教会が、インドバングラデシュ国境の飛び地軍の前身となった。一方、東部に独立したウィンの政権は滅ぼされ、アーホーム王国に組み込まれた。また、18世紀に、クーチビハール王国は、王家の内紛に乗じて、ドゥアール地方を挟んで接していたブータンから介入を受けた。そして、1765年以降はその首都、クーチビハールに、 ブータン側の知事と軍隊が置かかれ、国をを委ねざるを得なかった。1772年、ブータンがクグツの君主を襲えると、これに対しての反発が生じた。ブータンは抑圧するため、遠征軍を派遣し、クーチビハール王国はイギリス東インド会社に援軍を要請した。1773年、クーチビハール王国の要請を受けて派遣された。 イギリス東インド会社の軍勢は王国内からブータン軍を撃退した。クーチビハール戦争とも呼ばれるこの戦争はパンチェンラマ3世の仲介で講和が成立した。また、クーチビハールはイギリスと軍事保護条約を締結し、従属下の反王国となった。1947年8月15日、ジャガーティ・ペンドラ・ナーラーヤンの治世にインドへと編入された。 ABCDE 大谷、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P390。ありがとうございます。